はい、えー、今回、ですねストライプさんからですねなんとお詫びメールが来たのでシェアしていきたいと思います、まあ、JCB に関することですねちょっとびっくりしたんですけどもはいまあ、英語でもメール来ましてまあその英語は割愛しましょうで、まあえー、メール英語で送信しても申し訳ありませんと。 えー、新型コロナウイルス感染症のさんもいろいろあります。で、えー、JCB カードの支払い受付の有効には、JCB 社によるアカウント審査が必要なため、えー、平気社に代わってストライブは事前に JCB の社の承認を行っております。現在、お客様のアカウントは、えー、ダッシュボードで確認できます。JCB カードによる支払いは通常入金可能と期日は、支払い完了から30日後で、えーえー 記者アカウントに送かれました。jcb 承認後から2020年10年完了されて支払いは完了から44営業日後に入金可能になります。みたいな感じですね。で、僕はあのペイパルのアカウントが去年バンされましてで、ストライプに切り替えたんですね。で、ストライプに切り替えましてえ、1年もうちょっとは1年ぐらい経つかな。はいで、ストライプってその jcb がデフォルト使えないんですよ。 で、えー、JCB デフォルトで使えないので、その申請みたいのをしないといけないんですけど、めんどくさいからいいかなと思っていたら、思っていたら、なんとストライプ側が勝手に代行してくれてると。マジかみたいな。あざすみたいな。だけどもい、一応今ですね、この、なんだ、承認状況を確認したんですけど、保留中になってますね。保留中に。保留中になってますね。はい。保留中になってます。 はい、結論、保留中になっておりました。ただ、まあ、申請が降りたら JCB も対応できますので、まあ、もし JCB が対応できたら、また JCB 対応キャンペーンみたいなの分かんないですけど、やるかもしれないです。はいまあ、結構ね、お客さんからも JCB 対応してないんですかって言われたこともあるんですけども、えー、すいません、対応していないですと。でまあ、僕も当時、よく分かんなかったんで、ストライプ。でストライプは、 一応、どういう会社かっていうと、ペーパルは結構有名なんですけども、えーまあ、こういうアイルランド出身の兄弟が起業してストライプ作ったらしいんですね。はい、で、まあ、海外ではストライプって結構もう有名らしいんですけども、もうこの企業価値が一兆円と、5年で1兆円っていう、これ2016年の記事なんですけど、もうだいぶもっと上がってるんじゃないですかね。うん でまあ、こ,のこれがストライプですね、オンライン決算の新しい基準ということで、これ、API とかも結構このなんだ、こういうのを提供してくれてるので、結構、プログラム組める人とかは自社の EC サイトとかにも簡単に組み込める、もちろんプログラムとか勉強してないとあれですけども、はい、で僕の場合は、このストライプに関しては、ワ、えードプレスにプラグインがあって、そのプラグインを利用しています。 でどういう感じなのかっていうとこの吉谷拓郎公式ブログのこのプロダクトですねプロダクトでこのストライプ決済導入マニュアルっていうのがございます、はい、一応今は期間限定で販売しているんですけれどもこれは熟成さんの中で僕がストライプを導入した時に熟成さんが、えー、どうやって入れてるんですかっていうのが来たんでマニュアルを作ったんですよ で、マニュアルを作って、で、作った後、一般の人もどうやってるんですかって来たんで、まあ、本来、熟成さんだけに公開してるやつなんですけども、まあ、これ別にいいかなって言って、一般の方にも一応販売しています。で、手数料はね、やっぱ安い。一番多分僕の知ってる限りで安いですね、ストライプが。で、まあこ、これでプラグイン入れてるんですけども、ピコーってやると出てくる。しかも簡単って、超シンプルなんですよ、ね、これね。メールアドレス入れてもらうだけなんですよ。 で、しかも、そのスマホで見ると、すごい綺麗に映りますね。シンプルに。はい。これ、プラグイン入れて、あの、設定する感じなんですけども。はい。うん。非常にこれは、やってよかったなと思いますね。はい。で、このプラグインを入れると、自動でその決済完了後に商品のご提供とかもできます。はい。な感じですかね。 はいということで、まあ、今回ですね、まあ、ストライプ、まあ、ペイパル使ってたけれども、ストライプも検討してますよとか、あストライプと JCB どうなんだろうっていうところで、まあこれからストライプを検討されている方は、なんとえ、こういうことも、なんと、ストライプ側参加してくれる場合もある。まあ、僕だけなのかわかんないですけどね。なんか代行しててっていうね。うん。そう。 ストライプが事前に JCB 社の承認を行っております。はい。まあ僕は承認まだ保留中ですけどね。まだ保留中なんてあれですけども。うん。まあ自分でそのなんかね、なんか、え、なんか僕が調べるとなんか英語で申請するかわかんないですけど、まあそのストライプの情報もね、少ないんですよ。サイトが。出てるサイトが。だからめん、僕英語できないんでよくわかんないんですよね。 英語できる方は英語できるとか,なんかあれはだったらまあ英語じゃなくてもいいのかな、まあ、GCB 対応したいという場合は一応お問い合わせからなんかで申請すればできるような感じなんですけども、はい、一応 GCB 以外にどこができるかというとお風呂がわいきましたねお風呂ありますビザマスアメックスですビザマスターアメックス アメリカンエクスプレス。まあまあ、ここを使えれば、まあね、まあ日本の方は、JCB 結構多い方もいるっちゃいるんで、微妙な部分はありますけど、まあ僕、JCB のクレジットカード持ってないですよね。うん、ビザがあれば、まあなんとかなるかなとは思いますけどね。まああとは銀行振込みも対応すればいいだけなんで、もしこのクレジットカード持ってないって場合はね、ビザマスター、アメックス持ってないっていう場合、JCB しかないよってもし場合は、うん、 まあ銀行振込で対応してもいいのかなと僕は思うんですけど。はい。ということで、ストライプの GCP について、こういうことがありましたので、シェアさせていただきました。ありがとうございます。